おはようございます。おはようございます。今日も桜島に魚釣りに来ました。今6時なんですけど、6時、だいぶいい感じで撮れたね。リベンジ3日目。そう、リベンジ3日目。8時15分、ビーコさんは、ティップランを始めます。はい、3号のエギに、昨日買った新しいリールでチャレンジします。そうそうそう。ペッピってしゃくって、巻いて、うん。私こっちでいい？出てる。でもこれでは見えないと思うけど、下にイカがいる。いるでしょ。うん。本当だ。2人で行く釣りは動画的には久々なんですけど、実は昨日と先週も行ってて、その魚釣りの動画はボツになりました。でもう昨日が一番最悪で、このなんだっけこれ？船外機か。この船外機が、うん、エンジンがつかなくて。うん、もう何度やっても何度やっても調子が悪くて、うんともすんとも言わなくなって、わざわざ昨日はここに来たのに、もう ほぼトンボ帰りっていう形で、次帰ったら全然調子が悪くいけないから、うん、なんです。なのでリベンジということで、今日も頑張って今日は釣って帰りたいと思います。はい、それでは出発します。準備30分でできました。今日はどうでしょう。かかってくれ。おー、一発でかかった。釣って帰るぞ。この味を常に見ててね。ちょっと肌寒い。はい、来ました。結構でかいんじゃない？おー、いいよ。ちょっと待って、めっちゃ来た。ちょっと待ってよ、うん、おー、いいよ。いくハムいるんじゃない？35メーターのとこです。あ、来た。これ、青物？え、あ、青物だ。何これ？この間買った、あの安い。安い、うん、あのママやった。待って、はい。え、これ何？持って帰るの？どうする？逃がす？どうすんの？美味しいの？いや、カンパチよ。カンパチの子供。そうなんだ、うん、どうかな。美味しい。でも煮付けとかすればいいかもしれないけどね。持って帰ってみよう。じゃあ持って帰ってみます。はい、実際やったらどうする？来たみたいですけど。あ、来た。はい、私も来ました。あー、でもちっちゃいな。エサ取りだ。もう一回怪我しそう。本当だ、本当だ。めっちゃどうした？私のちっちゃい。あー、全然。あ、荒かぶだ。荒かぶだったんですけど、ちっちゃいのでリリースです。わー、って走るじゃん。めっちゃ走るよ。あ、気をつけて。やばい。あ、カツオだ。カツオ。そこに何にかかんないの？なんで引っ掛けて。一回で入れてね。うん。
ごめん。はい、入りました。やったー、おー、でかセブンのパンをちょっと食べます。はい、来ました。でもそんな動かないよね。来た来た。おー、アロマブだ。あ、いいサイズ結構いいサイズです。いい感じかも。いいね。これでベラだったらどうする？ならないかも。来た。やっと取れる。取れる。全然取れる。はい、大物旗でした。とりあえずタイムリミットは11時と決めてるんですが、そこら辺である程度また釣れるれば30分は延長できるっていうことで、できても30分、まあ1時間はちょっとなっていうところなんですけど、頑張って釣りたいと思います。さあ、なんだろう、ちっちゃい。え、そうなんだ。めっちゃちっちゃい。お、あ、いいじゃん。あー、でもちっちゃいな。これいいよ。そう、うん、全然。嘘だ。見つけ。マジ？うん。いいそうです。ね、今何時？48分。あー、あと10分じゃん。もう今で延長する。ちょっとだけ。うん、もうちょっとしたくな。うん。あー、ちっちゃい、ちっちゃいアラカブリリースサイズです。11時27分撤収します。帰ります。はい、センキュー。よし、食べよう。はい、それでは帰ってきました。2時間ぐらいちょっとゆっくりしてから、今5時半なんですけど、今日釣った魚を並べてみました。このハガツをね、やっぱり思ってたあそこで見るよりも結構大きくて食べ応えがあるんじゃないかなと思います。では今から料理していきます。はい、今日の晩ご飯出来上がりました。乾杯だね。はい、えい、乾杯。はい、乾杯。うま。どう？味付け。味染みてる。とカツオのたたきを食べたい。うん、これ生姜ね。あ、はい。これみょうがね。みょうですね。もうみょうが好きじゃないからね。みょうが大好き。もうちょっと炙ればよかったんだね。うん、炙り方が釣れたい。え？あ、タイム取れたの？タイム取った。うん。どう？うん、まあ美味しいよ。ちょっとこれかけてみたい。カボス。うん、カボスがなかったからレモン。ああ、レモン。あ、いや、私食べれるかも。美味しいでしょ。うん、臭み全然ないじゃん。臭み全然ないね。うん。レモンかけたらもっと美味しい。うん、レモンかけたら。カツオ私苦手だったんですよね。ね、言ってたよね。うん、うん、あ、マダイも美味しい。まだカツオとは違う。
よかった食べた。これ。うん。食べた。行くの。うまい。全部レモンかけてんじゃん。うん。かける。うん。カツオって美味しいんだね。うん。でもちょっと危ないといけないね。うん。がっつり火を当てていいと思う。それ全然通してないやつで。普通に美味しくない。うん。全然臭くない。ね。全然。どうつってすぐ血抜きしたからかな。もうさばいた時はちょっと血がにじんでたんだけどね。うん。YouTube 先生でもさ、さばき方で言ってたんだけど、うん、身がすごいやっぱ柔らかいからさ、あー、包丁研げばよかったね。うん、やっぱさばく前は研がないとダメだよね。